はい、よろしいでしょうかはいありがとうございましたそれでは本日の <music> では左手の右手に向手を見せてもあっ<手>先ほどの指を喜んでやるよねそれね <laughs> もう私これダメだわもう恥ずかしくて。<laughs> いつしか俺の決め,決め,決め, <laughs> 決めポーズありがとうございます大丈夫でしたか気 <laughs> まずは遅ればせながらですが <laughs> <music> 大丈夫ですか <music> <laughs> あの去年結婚してるんです、です、ね、今年の春ではなくて、こと<あ>、はい、し,ました今年の春に発表しました、はい、去年結婚しました。長身のお二人が並ぶと、非常に絵になりますけれども。<laughs> <laughs> なあの去年結婚されてお二人で登壇されるのはお二人だけで登壇されるのは今日が初めてと伺っておりますけれどもまあそうですね、あの本当に、あのなんていうんですか、二人でこうやって皆さんの前でお話しするのは本当に初めてなので、ちょっと僕は若干緊張しておりますけれども、あの本日はなんて言いますかあの、台風が近づいている中、もう本当に足元が悪すぎる中ですね、お越しいただきまして、本当にありがとうございます。インクレディブルファミリーと 3D 彼女もあるのよ。あ、なるほど。そ,その中タリーまでありがとうございます。いや,い,やいや、ありがたいですね。本当にありがとうございます。嬉しいです。はい。はい、トップニュース作りましょうね。<laughs> <laughs> <laughs> いやでもなんか初めてだから、もうあ出て今日すごく珍しく、ね、この前の仕事が割と早く二人ともはい、はい、あの終わってあの家から来たんですよ。で同じ楽屋で準備して。うん 変な感じ変な感じと言いますか結局家にいる時は奥さんなんですけどタクシーの仲間でも奥さんだったんですけど楽屋に入ってメイクし始めた瞬間リリコになったんでなんか変な感じです、そこが。だってこうしてこの赤いリップでこうして喋るっていうことがないから今今完全にタレントのリリコさんなので僕はちょっと先輩だと思ってますので。 家に帰ったらまだ変わりますけどよろしくお願いします、えー、本当に。<laughs> いやでもやっぱりあの結婚したっていうか結婚を決めた一つのきっかけというか理由というのが、はい、あの全くリリコとして見てあの見なかったからよかったんですよ。<laughs> いや今,い今仲間さんと喋ってだから家では絶対にもうリリコを見せない。 もう原稿とかやらなきゃいけないことは絶対に帰ってくる前にもう全部終わらせるので、うん、リリコを見せたことがないので今日はなんかちょっとだけやりにくい。 今日はそのやりにくいところで大変恐縮なんですが、お二人の夫婦としての姿を見せていただければ。映画ははい映画もすっごいもう素晴らしい映画なので、ではい、はい、あのまだちょっと慣れないそのこういう格好で <laughs> パパの前にいるっていうのがね,そうですね。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ座らせていただきますね。はい、すいませんお願いいたします。足が痛くても早く座りたいもんなんだ <laughs>。<laughs> って呼ばれてるんです。そう、ここにトリック、トリックがあったんですね。ごめん、い、すみません。もう、いつまでそこいっぱい。いやいや、この前、ドッキリかけて、ちょっとね、あの、仲悪くなっちゃったんで、なんか、ドッキリかけ。かけられちゃったのかなと思っちゃった。大変失礼いたしました。大丈夫です。では、あの、せっかくなので、ここで、映画の感想を、ちょっと。あの、まず、リリコさんから。でも、あの、一緒に。こういう映画は初めて。だよね。 二、うんまあ、人ではね、ま、そ,うそこもすごく私の好きなところであってあの映画大好きなのにその多分、私はもう先に見てるっていうのを当然もうあの、分かっているので映画見に行きたいいって言わないもんねあでもそれはありますね<う>だから多分、もう見たいって言ったってもう見てんだろうなって思ってるからだからもう逆に誘いにくいよね。 だからあのでも、「スター・ウォーズ」関係が大好きなのでハンソロをこっちから誘わなきゃいけなかったのでこういう家族にあの関する映画がちょっと初めてだったんであので見終わった瞬間に試写室で不思議な映画だなって、ね。 言ってたからでもまさにその通りであのファンタジーで、はい、少しファンタジーでありながら、まあ、あまり言えないんだけどファンタジーでありながらものすごくディープな現実を描いているあの素晴らしい作品だなと思っていてであの、まあ、もちろん映画っていろんなところから、まあ、あの女優さんが好きとか監督さんが好きとかストーリーが気になる。でも多くはやっぱ自分と共感 あの主人公がすごく自分に似てるところがあるとあ見に行こうかなっていうふうに思うけど、まあ、あの結婚してることは、ね、もちろんあの一緒なんだけど、ねうん、まだまだ子供がいないのでただあのこれは本当に子供がいるいないもう関係なく私男友達も結構多いのでやっぱり奥さんが、ねまあ、お二人子供ができると、うん、ちょっともう。 お母さんになっちもう愛してた妻ではなくその子供のお母さんっていうで旦那さんから見ても母親というあの人物になってしまうの、うん、その瞬間から、うん、でそれがすごく今回あのリアルで,でまたでも <laughs> 私たちはまだ、ね、いないけど私はこの主人公のマーロシャーリー・セロンが演じてるマーロと共通するところはやっぱり。 人にお願いをしたくないんですよ、なんか頼りたくないところができるだけ全部自分で、だって一,一生懸命、純烈のライブ見たことありますもうすごいですよ、もう <laughs> 踊って歌って、その後もう、ショーが30分で、握手会が2時間とかだからね、うね <laughs> もうこれはもう疲れて帰ってるから、<ー>もうできるだけ全部やりたいなとは思いながらも、なんかそこで、まあ、少しだけね、 サポートをしていた <laughs> <laughs> いやいやもうそんなねあの大したねあれでなくても大丈夫なんですよあの僕はもうそのさっきも言いましたけど、うん、30分とか1時間ステージやって2時間の握手会をファンの方々とやるんですけどもその握手会でもうすべてのなんか自分の元気とかパワーとか、うん、あの栄養分を全部お客さんに吸い取られてあの抜け殻のようになって家に帰るんで <laughs>、はい、もうこの笑顔を見ただけでもう充電できるんでねだってもう家買ってテレビ見てるんだけどテレビついてないもんね。<laughs> <laughs>

なんか見えてんのかなと <laughs> 本当にあるね <laughs> 毎日お疲れ様だなといやいやいや,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 いやでも先言いましたけどあ<の>ねあの不思議な映画だなと確かに確かに僕見終わったと言ったんですよ、うん、でもそれはあのどうだったって聞かれたから僕も答えたんですけど、うん、これ今やから言いますけれども、うん、あのま正直この映画のね、うん、あの内容的にやっぱりあの旦那さんの立場で僕は見てしまうんですよそうするともうこれを見てるともう身につまされる 思いでねそうよだってこれはカップルで、えー、まあ夫婦で見てほしいんですけど多分、まあ、私の周りにねお母さんとかね、うん、あのいっぱいいますけど、うん、もうねもうリリ c がいろんな映画を紹介してくれるんだけどなかなか映画館に行けない、うん、ね。 あの子育てで大変だから、うん、でもねこの映画はねあのもう子供たちを預けて、うん、もうお父さんお母さんもう義理のお父さんお母さん誰かに預けて <laughs> ご夫婦で見ていただきたいそういう映画です<う>私<う>あのずっと前にあの椅子がね3個あの、うん、積み重ねててうちのベランダにでそれをね3メートル動かしてって言ったの、うん、お願いしたの2週間そのままだったんです でこの映画をここで見て、ね、あの家帰ったらすぐ動かしてくれたのいや,いや,いやあの今だったらまあ要は三メートルのリリコ自分で動かすよっていうて話に思うでしょあのヤモリが出たんですいやいやあ分かるでしょあの女性はね虫ダメなんで虫というかあの動物でもうヤモリが出たからもう動かせないのあの椅子って言ったら。<laughs> もうヤモリは家を守ってくれるんだから,から、ね、いいことなのよだからヤモリなのよとかって言ってじゃあ動かせよっていう話じゃん <laughs> でそれで動かしてって言ったら2週間そのまんまでもタリーを見たおかげで家帰ったらすぐ動かしてくれただから今ねベランダがすっきりしてますいやいやありがとうございましたありがとうございましたじゃないよ <laughs> 目が怖いよ <laughs> <laughs> でもね、こういうのって、やっぱり話し合ったりとか、うん、確かに男性のね、あの、方でお仕事をして、今ね、女性も一生懸命お仕事をしてるので、やっぱりお子さんがいると余計にね、会話の時間が少なくなって、うん、非常に私これ日本向けの映画だなって、あの日本のね、邦画ではないんだけれども、その洋画であって日本人に、あの、すごく、 ドンピシャハマる映画だなと思いますね。もう本ん身につまされるって言ったのは、はい、あの、映画の感想を答えてあげたいんだけども、うん、その旦那さんの言動がね、うん、当てはまる部分が多すぎて、うん、もう何も言えなくなるんですよ、目を見て。あごめんなさいっていう気持ちが先にだってしまってね。で、僕がこの映画を見て、率直な僕の感想を言いますと、あの、 よくね、あの、運転免許とか取りに行くと、交通安全のための、このなんか丸をつけるのありますでしょう。あの、信号が赤だったら、あの、進むとか何とかで丸をつけて、最終的に丸の数が何個あったかで、あの、運転に適しているかどうかみたいな、そういうのあるじゃないですか。丸は何個あるかみたいな。それが自分でチェックできるんですよ、この映画見ると。 あの男は特に、うん、だって今赤信号だったら進むってもう間違ってるもんね間違ってる <laughs> 今思ったら何言ってんのこの人いやいやいや例えばの話よ例えばの話だけどんだけどだからそれがね例えばこう奥さんがこういうふうになったらこういうふうに助けてあげるとか、うん、そういうのができるかできませんかで、まあ、なんか心の中でずっと丸をつけていくと、うん、結果的に診断すると自分で、うん、あ 不合格やな俺はって思うね、うんうん、奥さんに乗っちゃいけないドライバーやなと思うのでだからこの映画を見るとカップルで必ず行くと、うん、あの男性は多分映画を見た帰り奥さんないし彼女にご飯をごちそうするとか <laughs> 何かしらのこうご褒美が待ってる気がしますね。<ー>うん、奥さんがいい思い,をい,やいい思いいいをっていうか、うんうん 普段頑張ってくれてんねな、うん、ごめんじゃあご飯でもおごるかっつって、うん、あのご飯おごるよりもね日常の中でねいろいろやってほしいんですよそれだけあ現実的なのねそうそうそうご飯はね大丈夫自分でお金持ってるから払います、えー、そんな問題、はい、そんなマネーの問題 <laughs> なんか 二人で話してるといつまででも言ったでしょだから質問よく考えた方がいいよって私たち二人で20分っておかしいからね楽屋でもう1時間半ぐらい喋ってますからりりこさんには椅子を動かしてくれるということがあったということですがじゃあ変わりますよ夫婦関係が自分を見つめ直すきっかけにもなるし夫婦関係を見つめ直すきっかけにもなりますそんな あのこの映画で、あの中を確かめた、あのお大さんもディルコさんの気持ちを確かめたということですが。ここでお二人に、本当にお互いをどれだけ知っているかという。テストをさせていただこうと思っております。あの某曲のドッキリみたいなことするじゃないですか、本当に。はい。あの。お二人に別々にですね。はい。あの質問に答えていただいたものが、フリップがそちらにございます。はい。 えー、これから質問をしますのでそのフリップをあらかじめあの書いていただいたフリップを上げていただいてよろしいでしょうか。はいうん、かでは一番初め第一問、はい、1問小田さんに、えー、質問です。はい、ご自身で、うん、これは得意だと思われている自信を持っている家事は何でしょうか、うん、ほうこれいいんですねフリップを上げちゃって、はい、大丈夫ですかあんま家事やってほしいと思わないけどね。うんうんまあ、とりああえず上げまますよ、はい、僕2つ書きました 一つは、えー、洗濯物を上手に畳んで重ねる、えー、もう一つは、えー、細かいものを上手に整理するこういうことでございますね達筆だねえ <laughs> どこ褒めてんの <laughs> いやいや文字綺麗じゃないね <laughs> 文字綺麗じゃない文字綺麗 <laughs> あのね確かに洗濯物をすごく上手に畳みますほら素晴らしい確かにだけど私のパンティまで畳むのよ であのパンティーを畳むとどれだけ小さくなるか分かりますよね、畳よねあの畳んでほしくない、こんなちっちゃいのが <laughs> あちこちに置いてあるじゃない <laughs>、あれ、恥ずかしい,いや。今も言われて俺恥ずかしい <laughs> <laughs> でもなんか<む>あの、付き合ってる時に洗濯がすごく好きってあの言われたんですよね、でも本当、正直あの家事、男性のもう旦那さんになんか。 家事やって欲しくないそれはあの奥さんの仕事だと私はだから奥さん,でんで奥にいて守ってる家を守ってるのが奥さんっていうそう,こそういう名前だからだからぶっちゃけた話なんですけどうちについている洗濯機って元々家具として備え付けられてる洗濯機なんですよ、うん、だから市販の洗濯機と違ってちょっと使い方が見ただけでわからないんですよで彼女は洗濯してほしくないもんだから僕に洗濯機の使い方教えてくれないんですよ、うん <laughs> うん、そうでおまけにねあのそ取っ手がね閉める取っ手がちょっと壊れてるんですよでずっと私独身で 生活するかと生きていくかと思ってたから、ね、直さなかったあの、締め方があるんですよ、もうすんごい力で<う>あの締めるんだけど、それを教えてない,てい。だから洗濯機、家で回せないです、うん、だから彼女が仕事で泊まりでどっか行った時は僕、コインランドリーで洗濯するんです違うのよ、違うのあのどうしても、ね、私、洗濯できなくて、でわあの衣装とか全部私が洗濯してるんで純烈、うん、の,のシャツとか中の。ね、で、やっぱ黒シャツ、特に今の時期、すごく汗かくので、何枚も何枚もくるじゃない一回も 洗濯する暇がなくてで、そのまま出張に行ったら、シャンプーで洗ったって言わなかった、シャンプーだ <laughs> あの旅先のホテルに備え付けのシャンプーがあって、<laughs> もうシャンプーでしょうがないから、もうそれ聞いたら、洗濯するしかないでしょう、だって、<laughs> いやだから教えてくれたらやらなんちゃう <laughs> いや、もう、すごい難しいんだよ、あれ、閉めるのが。<laughs> すごく難かい私だと覚えるまですごい時間かかかったんだから <laughs> いやだからせめてね、うんうん、せめて畳むぐらいはと思ってでもまあ確かに上手でもいいよ本当に私はねあのそういうタンクトップとか丸めるタイプだからそう,、ね、あのそう畳んでほしくないのよね畳むと線がつくから丸めるうこれをいつも言われるんです<う>僕はよかれと思って畳むんですキャミソールから何から全部、うん、そうするともう本当にひと手間だからやめてっていう。<laughs> あと、ね、すごく上手になんかこう細かいものを上手に整理するって本人のフィギュアだからね、これはねこれは私に関係するもの一つもなくて「スター・ウォーズ」のこんなちっちゃいレゴのなんかフィギュアが200体ぐらいあるんんでですすよううちにそな僕と一緒に引っ越ししてきたんです。<laughs> そうでそれを整理してるだけなんですよ。じゃないです、じゃない,<や>あ<の>いすですライトセーバーが全部同じ方向に向いてないとストレスがたまるらしくてたまにクロスさせたりとかするんですよ、私なんか一回聞いたら一個だけ違ったら分かるって言ったら分かるって言うから、あ <laughs> あと思っていろいろクロスしたりとかでそのまま出かけるから <laughs> 分かってないじゃんっていうのがすごく楽しい。 ね、違って整理するのはこれちゃんと家事ですよ。<何>でないと適当に置いたらスペース取るでしょいっぱい。なるべく小スペースで収まるようにこじんまりコンパクトに収めようと努力してんのよ <laughs> 数が多いからフィ,フィギュアをそ<う>いやもうほんとにもううちはねフィギュアだらけです今。<laughs> 困る。だらけて <laughs> うて、ん 全部フィギュア。いや、そんなことない、そんなことない。じゃ、家事ではないと、いうことで。違う。次の質問に。行きますか、はい。行かせていただきます。あの、お二人に質問なんですけれども、一緒に住んで初めて気になった。お互いの生活習慣の違いってありますか。では、一緒に。あげていただきますか。せーので。はい。せーの。ドンはい。 また二つですね。はい。これ、僕が読んでいいですか?。はい。僕は二つまた書きましたけれども、もう鼻歌が上手すぎる。っていうのと。ええー、寝起きが良すぎる。っていう二つ。ですね。でも、でも、これは似てますね。ある意味。あ、あの、まあ、鼻歌は関係ないけど、あの。ね、あのね、遅いんですよ、何でも。遅いの。動きとか。<laughs> ちょっと怠け者みたいに。いや、本当に怠け者みたいよ。いや違う、もうだって。 リンって目覚ましになったらすぽんって起きてそれを止めて、うんまあ、顔を洗うなりその朝ごはんを準備したいんですよですで独身の頃はまはあ、出かけるちょっと前その朝ごはんとかどうしても食べたいという気持ちにもならなかったから、うん、でも6時の新幹線だと4時に起きないとだめなんですよで遅いから 2>, 2時間2時間前 2> 2時だから私4時起きなんですよ まあ朝の番組に詳しくなったよね。なんか今まで全く見なかった番組とか、あ、こういう人が出てるんだって、うね、でもうね、ゆっくり目を開けて、ゆっくり歩いてきて、ゆっくり座って、で、またついてないテレビをずーっと見てるっていう、ついてないよってね、で、つけてあげて、あの血が回るのに多分時間かかるな,なんか体が大きいからかな、うん、なんか ものすごく遅いの、ね、<laughs> そんなそんな遅ないと思うよ。うであの朝ごはんを用意して、うん、でコーヒーとかもこ、ままあっちまのちょうどいいぐらいのねそのちゃんと機械に入れてるからまあまあ、ね、すごくおいしいコーヒーを入れると、うん、永遠に飲まないんですよ。いや飲んでるょみたいな飲んでるがな。<laughs> いやいやいや永遠飲む。でヨーグルト必ず毎日食べたいんだけどそれがね信じられないぐらい早いんですよ。もうねっって言って言 5秒ぐらいで食べるよね,ヨー,ねヨーグルトはねヨーグルト早く食べないと鮮度が落ちるから<う>発酵してるから <laughs> <や>発酵もう,もう開いた瞬間から発酵始まってるから、ね、見たことないあんなに早くヨーグルト食べる人 <laughs> だったらもっと早く起きられるんじゃないかなと思ってうう無理なんですよこれ低血圧とかそういう問題じゃなくて、うん、もう昔から寝起きだけは、うん、もう。<laughs> 時間かかるのだから2時間前に起きて2時間かけてゆっくり支度して出かけるっていうルーティンになってもうたのね、うん、でもすごい出かける寸前にもうバッタバタじゃんなんかそうだ急に血が回りだすのそれ <laughs> 出かける前にえっ、ま、だって真逆ですもん僕だって起きる理由それですからねあの2人で並んで寝てるんですけど、うん、あのもうほんと軍隊の朝みたいな起き方するんですよ <laughs> 本当ですよあの携帯の目覚ましがなった瞬間 <laughs>、うん、あの腹筋のようにバンッて起きるんですよ <laughs> <laughs> 俺それ,でそ,れでそれで一緒に横に寝てるから動くじゃないですかベッドの,あのスプリングが若干あれのびくんでびくんって起きるんですけどでも僕は僕でもうできないからゆっくりこ,うこれを目で追っかけてるだけなんですからその動きをこうでゆっくり起きるんですけどめっちゃ早いんですよだもうなんでそんなことができるのうそういやだってさマネージャーもいないから遅刻なんてさしたらもう誰も起こしてくれないもん。 一度も事務所に起ここされたことないもんいやだからすごいなと思って俺だってそんな同じ状況でも俺はやっぱり2時間前にセットしてゆっくりしたくするから、うん、<laughs> あんなあんな置き方できないわいやもったいない時間だからゆっくりのなんでもだから水<ー>帰りに水買ってきてって別に買ってくればその後一緒にいられるじゃない。うん 一回帰ってきててき荷物置いてから水買うんだよねだなんでその数,<ー>数分もったいない違違う違う数分もったいないか俺は逆よ、うん。そのあなたは数分もったいないって言うけども、俺は荷物持ってる分水が持てなくなるから、数本もったいないなと思うから数本分持てるやんか荷物下ろしたら。そんなことそこまで荷物多くないよ。多い多いそい多い多い多い。よこの前水買ったらさ、すっごい水買ったんですよ。10本ぐらい。 で、冷蔵庫に入れて、うん、で、入らないじゃない全部入らない入らない、ね、でそれであ水持ってきたって言ったらさすげえぬるいのが来たのねも冷蔵庫壊れたのかなと思ったらこれどこから取ったのって床から取ったって言ってその入らなかった分を持ってくるっていう意味がわかんないよねいや、優しいやんか冷たいの急に飲んだら体びっくりするから <laughs> いや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 キンキンのやついつも飲んでんじゃん一緒に生活しの がそうですね、今日ねすごく楽しいか、すごい大喧嘩になって終わるか、どっちかだなっていう、やばい時に止めてもらわないとね、それ以上先進むとやばくなるんで、本当、でも今日ね、すごく楽しい。でもね、私だから、家で歌わないんです、最近。これね、本当、鼻歌がうますぎるっていうのは、僕にとっては切実なんですよ。この生活習慣とは違うかもしれないですけど、僕も一応ね、 歌手なのであの生活の一部なんですよ歌うことがで家の中でなんか鼻歌歌うんですよそれがめっちゃうまいんですよで僕もあの気分よくなると鼻歌歌うんですけど歌い始めて2秒もしないうちに音ず、はい、れてるって言われるんですよ <laughs> いやもう今朝もフラッとしてでその後直したかなと思ったらねもう全然シャープしちゃってもう,もうどっちが歌手やらようわからんよないな <laughs> いやいや,いや私だって歌手だよいや一回ねカラオケ行ったんですよ あの結婚してすぐにカラオケ行ったでなんかウィーザーウォールとかなんかをねあ,あのクリスハートと,ートと、ね、あの三浦君。 ゆうたろ君うたろ君と、はい、ゆうちゃんと歌ってで僕もそこにいてで「ウィア・ザ・ワールド」ってあ順番に歌い継いでいくじゃないですか、はい、でまずリリコから歌ってあやっぱ奥さんながらうまいなと思ってまたクリスが歌ってまた,た飛びきりうまいんですよ、うん、で三浦君が次歌った三浦君もやっぱり日本人ながらやっぱ上手のうまい、うん、あさすがやっぱ遺伝子ちゃうわと思ってうん、うん、ほんで三浦君が気を使って僕にマイク回したんですけど <laughs> 僕何も言わずにそのままリリコにマイク返しました。<laughs> <laughs>

そそろろじゃあちょっと喧嘩になりそうなんですいませんいやいやあのねこれが楽しいのよ小さなことで喧嘩できないとねみんな我慢するじゃないでそれで大きなことでさぶわってなって離婚になっちゃうからその日々ねちっちゃなことでね言い合いするのがめちゃくちゃ楽しいんですよそ人ともリップサービスだからトムとジェリーだと思ってもらえばちょうどいいそう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 もうずっとそんな感じでちょっとお時間がはい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 台風が来るからそうですね お答えください、はい、あのお二人それぞれになんですけど、うん、これはまあ違いというよりはお二人があのお互いに言われて嬉しかったこと、うん、それをあ<る>まずじゃあお田さんからいき, <laughs> きますよ「なんでテロリンチョ」<laughs> うん、はいこれはですね僕読みますね。 えー「パパの家族なんだから会いに行くのは当然でしょ」って言われました、ね、これ,これあのね実は結婚してから僕はまだ、あのー、リリコのお父さんのいるスウェーデンにはご挨拶に行けてないんですけどもうちのリリコはあの結婚の挨拶を二人で行った後うちの実家に一人で行ってでうちの両親とうちの妹と妹の甥っ子と一緒にご飯食べに行ってくれたんですよ。 でその時に言われた言葉がこれでめちゃくちゃ嬉しかったんですよねでこれはもう僕僕だけじゃなくて僕の家族も嬉しかったんですよね。当たり前じゃないだって家族になったんだからそれはお母さんだってお母さんだもん今。でしょ、うん、でそうやって普通に言うからねなかなかそんな今時に 日本人でもそういうことを言う人そうないないと思うんですよね僕だから、うん、ああこんなこと言ってくれてありがたいなと思ってちょっと感謝してあのちょっとうるっときたなっていう出来事でしたあら素敵ですねなんかちょっと日本人離れして近いのかもしれないですね,そうですね人との距離が、うん、そうなんです、はい、ではディリ,リコさんは <laughs> あ私はね言葉というより、ね、あのハグなんですけどこのハグっていうのは、うん、あのこれ結婚する前にもう、うん 本当に何かあの疲れてる時があった <laughs> <laughs> もう仕事もなんかうまくいかなくて何かこうあのうまくいかないとすごく疲れるじゃないうまなんかどんなに忙しくてもあのうまくいけば楽しいんですよねあのやりがいがあってもこの仕事大好きだから忙しい方が私は嬉しいんですよででも何かちょっとうまくいかず何か自分にイライラしてる ことがあってでも,うもう全然眠れないみたいな感じでちょっと電話で愚痴、うん、ってしまったんですよもうちょっとわがままを言ってでもまあ,あの夜になってもシャワー浴びてで寝てたらピンポンって来て怖いじゃない夜中の1時ぐらいかな、うん、もうピンポン来てもう誰だと思ってあのもうモニター見るのも怖くて <laughs>、まあ、誰だと思ったら <laughs> 立ってるのね <laughs> でこんな時間にって言ったら来てドア開けたらもう,もう頑張れよってハグだけして帰ったの。 ねねいそれ余計なこと何にも言わずも頑張るよ、ハグだけしてもう明日も早いからあのまだその一緒に住んでたわけじゃないのでわり、うん、ともともとの家が結構離れてあるので自分の家から行った方があが近かったのね、次の日だからこれはあこの人の前でもわがまま言っちゃいけないなと思いました逆に。そう逆に,余計にマーロになっちゃった。うん <laughs> <laughs> 誰の責任だいやでも本当にねなんかあの本当にそういうのタリーみたいな状態になってたんですよそれはまあまあねまあねまあみたいな状態になってたんですよでだからその何ていうのかな何をしてあげればいいかって僕もその時分からなかったんであのただもう本当に頑張れよっていう一言だけ伝えに行ったっていうもう本当それだけなんですけどでもそういうことってなかなかできないですよね。 だってもう全然、すごく忙しくて、だって、一番最初のね、始発の新幹線で,で、もう2ステージやって、握手会やって、写真も撮ったりとかして、人と接することって、やっぱりすごくあの大変だと思うんですよ、体つきに。でも、体的にね。で、純烈 31? だから結構ね年齢差もあるし一番ねおじさんだからねまあだから話だけ聞くとすごくいい話に聞こえるんですけどその時の僕の行った格好は仕事の後だったので髪の毛もボッサボサででですもそれはいいのよ会いたかったのにすてな話ですねなかなかできないと思いますけどんかどんどん好きになっていきますなんか。 あの早く結婚しちゃったからね、うん、だって付き合い始めてプロポーズまで2週間ぐらいだったからそう、ね、そうなのでなんかあ,のー、あんまりこういう話したことないんだけど、うん、すごく早かったからなんかどんどん今なんか新しいなんか、ね、あの一面をいろいろ見る。うん だから会いがやっぱりちょっとこう特集だったのでもともと番組の中の VTR で彼女が見たのがきっかけだから僕は直接その時は会ってないのと同じと状態なのでその後に番組でたまたま司会をやって僕らが出演するっていうのがすぐ近くに出演の。 場があったから知り合ったんであってそういう意味ではもうこの映画のお二人の出会いと一緒で運命的な出会いだったのでもうなんかその運命ってっ大事にせなあかんなと思いますよね大体私の方があの早く帰るのでやっぱりいつも遅いとも,もう飲みにも行かなくなりましたからなんか待っててあげたいっていうでもたまに仕事でね私がすごく遅くなったりとかすると走って帰りますもん会いたいから知らないでしょ <laughs> 走ってるの知らなかった。すっごい目立つよ。ごめん、俺歩いてた。いいのいいの、すごい。二人ともね、暑がりだからね、汗かいちゃうからね。いやでもやっぱり会いたいなと思えるのがすごく嬉しいですよね。うん、それが自分のだってね、主人だからね。素敵な話ですね。で、素敵な話のところで、ちょっと実は今日はサプライズでリコさんに。 お題さんから、プレゼントが、あるんですけれども。お願いいたします。いい感じ、もうプレゼントを渡すのがね、下手なの。もうね。そうそうそう。下手さ加減が今出てるんです、なぜかというと、あまりにテンパってるんで、プレゼント今楽屋に置いてきてる。いや、すぐ取って。きます。この指輪ももら、もらったんですよ。これ。あの話を。この指輪もらったんですよ。で、これ、このもね。あの。 すごく、あ、これ可愛い,いなって、そのお店に行って、これ可愛い,いって、私が、あの、言ってで、それで、あの、映画を見に行った時に、あの、暗くなった時に箱渡されたんですよ。<laughs> 見えねえや。もう開けて、もうずっと指でこう、あれかあの指わかってずっと、これを2時間半ずっと触ってたもん。<laughs> <laughs> どういう渡し方<や>だってその前にさ、なんかいろんな飲み物とかさ、おつまみとか食べてるんだからさ、その時渡してくれればいいのに、暗くなった瞬間だもんね。いやー、もう楽屋まで声聞こえるから、声通るな <laughs> 声がね、大きいってよく言われる、私。<laughs> <laughs> <laughs> いそれはリリコになると声が大きくなるんですよ。家ではね、この大きな声出さなっけどる、ね、だ、えー、もう。プレゼントと言いますか、まあ、あのこの映画はね、あのお手紙でいろいろと物語が展開していくお話なのですごく照れくさいですけれども、えーえと、お手紙を書いてきましたので、<laughs> えー、<laughs> お手紙を。 えー、うちの奥さんのリリコに向けてね、えー、読みたいと思いますんで、えー、心の準備はよろしいでしょうか、えー、恥ずかしいはい読みたいと思います、えー、よろしくお願いいたしますいきます <laughs> リリコへちょっと照れくさいけれど普段は口に出してなかなか言えないことを手紙にしてみましたリリコがレギュラーを務める番組の VTR 紹介で 俺が所属するグループ純烈が出演したのがきっかけで知り合ったわけだけどそこからまさか結婚まで行くとは運命だとしか言いようがないと思っています。お互い忙しくて結婚してからまだ一日も朝から晩まで2人で一緒に過ごした日はないけれどそんな中でも2人の時間を何とか作ってくれて本当にありがとう。 どんなに疲れてても笑顔で迎えてくれるリリコの存在が俺にはかけがえのないものになっています、えー、考えてみれば46年目にしてやっと出会った人だから10代のリリコも20代のリリコも30代のリリコもそして40代前半のリリコも俺は全く知らないけれどこれから折り返しの人生を2人で一緒に歩きながら 日々の生活の中でその空白を埋める思い出巡りができたらいいなと心からワクワクしていますそして俺もリリコに見せたい景色や場所がたくさんありますそこには幼い頃の思い出や甘酸っぱい記憶がたくさん詰まっているからきっと今の俺を知る手がかりがそこにあると思いますもちろん自分たちのことだけじゃなくまだ挨拶ができていないリリコのお父さんや家族の皆さんに会うのも リ i l i c が生ま,れた生まれ育ったスウェーデンの景色を見るのも今から楽しみで仕方がありません出会ってくれてありがとう付き合ってくれてありがとう仕事を応援してくれてありがとう家族を大事にしてくれてありがとうそして結婚してくれて本当にありがとうたくさんのありがとうでいっぱいです どうですかリリコは幸せですか俺は幸せですあとは2人の間に天使が舞い降りてくれたら最高にハッピーですリリコ俺も夫としてリリコをしっかり支えられるよう頑張るからこれからもよろしくお願いします愛するリリコへ小田良平幸せですはい。<laughs> いやあのもうこの映画を見たらこういうふうにはい、はい、気持ちが変わらざるを得なくなりますねでも嬉しいですなんかでもなんかいやパパが泣きそうだから私かななんだこれ 本当にでもこういう気持ちになる映画なのでぜひ見ていただければ家族の絆というものが一層深くなると思いますで僕らはまだあの子供がいないですけれどもお子さんがいればなおさらお子さんも一緒に家族の大切さというか、えー、存在の大きさに気づかされる映画だと思っていますので、えー、皆さんぜひあの劇場の方にね足を運んで、えー、見ていただければなと思っております。吉さんからも一言 <laughs> いやでも <laughs> <laughs> なんだこれもねなんかねはいなんでしょうねいやいやでもなんか本当毎日幸せです <laughs> なんかあのあ映画のことですかもう大丈夫ですかいやなんかほら日本 日本の女性ってなんかすごく30代とかでなんか彼氏がいないとかなんかもう終わったよみたいなことをよくあの言うけどなんでもっと出会いを大切にしないのかなっていつも思っていてちょっと時間かかっちゃったけどなんか最高のパートナーに出会ったなと思います、はい、これからね、l i l i c コの、ねはい、思い出を僕は。 遡って覗けるように頑張りますので、はいろいろ見せてくれると嬉しいですありがとうございました <laughs> ちょっとあの思わずうるっとしてしまいましたがあのフォトセッションの方に嫌です映れるのと思,思ってるんですけど <laughs> そうですよね嫌ですそうですよね <laughs> お直しした方がいいかもしれないそんな手紙だなんてもう <laughs> <laughs>